もう全世界に、ね、赤字確保で配信するぐらいやらないとベネスだってこの間情報の、ね、漏洩で280億ぐらいこれお金使うんでしょ朝日新聞だって1000億ぐらい2000億ぐらい使ってね国際社会に対してきちっとね この,あのお詫びというか間違ってましたということを何を根拠に私と小池さんと朝日新聞を一色たにされるのかよく分かりませんけれどの基本的にですねこの吉田証言の虚偽性についてはこれは朝日新聞のみならず韓国のメディアもそして日本の他のメディアも全部振り回されたと、まあ、結論結果から言えばそういうふうになります。これは従軍や婦問題の真実というものをどんどん発掘していく過程の中で大変残念だしあってはならない。 虚偽虚言でありそれがその真相の究明に大きなマイナスの影響を与えたことは非常に残念に思うのはこれはみんな同じですただ問題はじゃ韓国側がその従軍慰安婦の悲惨さを受け止める際にですねこの吉田証言のみが根拠になったのかというとそれよりはるかに大きかったのはこの吉田さんを韓国のメディアが取り上げるのが91年の11月ぐらいからなんですけれどもその前の9月にいわゆる金白さんさんという従軍慰安婦の ののの人たたちの実際のまあ承認が出てきたわけですねで彼女たちの証言の方が韓国の国内でははるかに意味が大きくて、まあ、もちろん11月にその吉田さんがいろいろ日本で記者会見をしたりとかされているので、まあ、韓国のメディアも直接行って取材をしたりそういったことを報道してはいますけれどもこの証言があったからそれだけで韓国自体がこの従軍フに対するさまざまなその激しい感情を抱くようになったかというとまずそれは全く違うと思います。いやこれはね ど同様にあのー、防衛省で防衛大学、ですねあそこでその宮沢総理が韓国を訪問される直前に朝日新聞があのー、発表したことでこれでまた韓国で謝罪せざるを得なくなったというこれもまあ、今年やかに言われるんですがこれも全くの事実誤認で実は91年にはですね11月、それから12月あのー、さっきの防衛大のその資料が発見されたと報じられるのは92年の1月なんですね。ところがその2回 ヶ月ほど前からアメリカのスタンフォード大学それから国立記録保管所そういったところでさまざまに日本の軍が関与していたと募集や輸送やその,あの身分証明を出すときにという資料が出てきてえそれらによって韓国側はちょっと小池さんの意見もここで聞きたいと思いますので,いいですか、ね、橋本さんは、ね、先ほど性奴隷もなかったっていうわけですよね。 で、やっぱりね、この吉田証言なるものが、やっぱり否定されたからといって、全部なかったかのように、やっぱり言ってるわけですよ。違うんです。だって、性奴隷じゃない。いや、性奴隷じゃないんですか。いや、じゃ、日本軍。いや、いいですよ、性奴隷でしょ。じゃ、性奴隷でいいです。僕は、これは、言葉の。違うんです。性奴隷というね、言葉の問題でね、もし日本のやったことが性奴隷なんだったら。世界各国も性奴隷を使っていたというふうに、みんな思えということなんです。いや、で、なん、だから、国が関与してやってるんです。日本だけが特殊じゃないんです。日本だけが特殊じゃない。いや、日本だけが特殊。 じゃないんですいやいやそれからね国が関与することと民間がやることは全く違う,んですか違う軍は支持してないです指示してますよ支持した人やばいでもうねすよこんなねドメスティックな議論にもね,ねやっぱり韓国,韓国との関係なんですけどね金さんねこれは韓国はね法的責任を日本に求めてるんですよで我々は道義的責任までは否定しておりません アジア平和基金でね首相のお詫びも手紙も出してみんなで寄付を出してねなんとか償いをしようとしたところが韓国の方の政治グループ化したねそのこのこ慰安婦問題を扱っている帝大協というところが償い金の受け取りも拒否した。だからここはね 法的責任なのか、道義的責任なのか我々はね道義的責任は負います、それから日本政府がねもしお金を入れろと韓国の方がねその民間人の寄付だけじゃだめだ日本政府もお金入れろって言うんだったら国会議員がね文書通信滞在費って月、あの領収書いらないお金月100万円もらってるんですよ、あれ年間でしたら70億ぐらいですよ、みんなそれ出してねそれから朝日新聞が100億ぐらい出してそういう基金作ってもう一回道義的責任を負えって言うんだったらやりますけどもでも。 法的責任というのは違うでしょうというところだけはね何とか韓国の人に、ね、認めてもらいたいたんんですよここは小倉さんあのね私、この問題に関してね大きな問題ですよ、複雑な問題なのそんな簡単に解決できない問題に対して日本が何もやらなかったんだったら私は日本はだめな国家だと思いますよだけどこれ20年間ずっとやってきて接点を求めようと思ってやってきたんですよ。それが 誰によってこの覆されてきたのか否定されてきたのかっていうのはいろんな要因があるけどやっぱり韓国の運動体だと思いますよ、うん、それをやっぱり抑えられない韓国政府もあるし。うん、でもね我々は この苦痛を抱いている人たちをが目の前にいるわけだからこれは何とかしたいっていう気持ちはいつも持っているわけです常に持ってきて,やってきたわけで日本がね <laughs> 悪辣な不道徳国家だって言われてしまうとう違うわけですそれとねもう一つはね,あのねこの問題複雑だっていうのはですねその戦時の問題、軍隊の問題ですねそれから植民地支配の問題それから売春の問題とそれから家父長制の問題があるわけです。その 幼い女の子たちがねお父さんの言うことに従わざるを得ない家のためにってそういう家父長選の問題があるわけですでこのうちのね売春の問題と家父長選の問題は日本の問題というよりむしろ韓国側のねその当時の朝鮮の問題なんですだからこれは日本対韓国じゃなくて全般的に女性というものはどういう位置に置かれてきたのかとそれをどうやって正さなくちゃいけないのかっいう問題なのになぜ日本が悪くて韓国が正しいってそういう論調にのと今、ね、この議論れは間違っているんですが日本と韓国の,の話にちょっと戻してみましょう。そこ、うんうんうん でいうと私は私もそうですし韓国でもそうなんですがそのアジア女性基金、ですねあれ自体はあの当時は日本の戦意があったというふうふに思っていますで韓国側もそれを評価するというそういう出発点だったんですねえところがまあそこに市民団体も入ってきたそこでまあ話がよりそのまあ民族主義的な方向に韓国の国内で流れていったこれも否定するつもりはありません。しかしかなががらこここれれだだけけののの問題を20年以上日韓の間でこれだけその不況 共和を生む原因になっているかというと私は全くそうではなくて今回の朝日事件に見られるようにですねこれまあ事件と言えるかどうかわかりませんけれども事実はどうだったのかということに対する日本国内の世論ももう最近では当たり前のように慰安婦なんてないこれは捏造でただの売春だということを公に言う政治家がどんどんいらっしゃいますこうなるとやはり今後ですね今局長級の会談が行われているわけですが本当にそのたとえ仮に政府間で何らかの合意をしても それは何ら意味はないと思うんですね日本社会自身が強制性をどう見るのか先ほどから強制連行がなければ強制性があないと言えるのかあるいはもう少し広い範囲で被害者の心に寄り添った強制性を認めていくのかということを真摯に考える必要があると思いますいやだから、ね、そ,そこは考えてるんですよだからそこは考えてそこは否定していませんただね 例えばその韓国がもう本当に政治問題化したこの慰安婦問題を政治問題化したグループは女子低身体対策協議会低体協って言うんですここに低身体って言葉が入ってるんですよでもこの慰安婦をね強制連行したこれは低身体として強制連行したってことがもう間違ってただから間違ってたってことは朝日新聞も言ってますよね韓国もねこの朝日新聞に踊らされてねいろんな誤解が生まれてるわけなんですでアジア女性基金だってこちらの方としては誠意は示したけれどもこの市民グループの方がね焚きつけてね受け 取りを拒否した 法的責任をとにかく追及するんだということでね、ねこの朝日新聞がたきつけたことによって、やっと日韓基本条約1965年で、なんとかみんながね、韓国の皆さんも腹をにえくり返るような思いで、なんとか我慢してくれたところをね、もう一回蓋を開けてたきつけてしまったのはこの報道なんです、まあ、あの最初にまず、道義的な問題を否定している人は誰もいないということが確認できてると思うんですね、でこれ、橋本さん、冒頭からお話し,してますように、人権の問題として日本もこれに真剣に取り組んでいかなきゃいけないということは、みんなが共通して認識しているわけです。それに対して法的 問題ということになってきますとやはり 事実関係というのをしっかり確認した上で、どこに責任があったのかということを言わないと、その漠然とした議論の中で法的責任は取れないわけですね、で今、先ほどキムさんおっしゃってましたけども、キム・ハクスンさんの話、確かに、まあ、あれって、日本国を提訴しているわけですよねで、その時に、その前提としてやっぱり朝日新聞の記事が直前に出ていて、でこれは特定の、まあ、記者さんですけども、この方が、まあ、奥様のお母さんがこの団体に属しているというような方が記事を作ったとっいう、そういう問題も実は日本の中では議論があるわけです、ね。 これらも含めて、やっぱり今、大事なことは、過去にさかのぼって間違いの部分はどこだったのか、そしてこれが本当に日本が法的責任を負わなきゃいけないような事実なのかということを、しっかりとみんなで確認することは大事だと思うんです、<あ>ちょっと待ってください、で一番大事なことは、やはり橋本さんが何度もおっしゃられてますけども、法的な責任を負わなければいけないっていうふうには、我々認識してない部分っていうのがあるんですね、そこを韓国の方ときちっと議論しなきゃいけない、で小池先生に一言申し上げたいんですけどね、私たち日本人は、これ、ある意味では、冤罪。 っていう部分もあるんですよねで私たちは、やはり冤罪が何十年か後に新事実が出てきたらそこからです、ね、日本人全体が被っているそういった冤罪的な否定的なそういったレッテルを払られている部分を晴らしていくということも人権の問題として重要な今、うんええ、私に言われたんでね、えー、法的な責任ない冤罪だというけどそれとんでもない話で例えば、河の談話が出たよ、後ですよ,、うん、ですよ8つの日本の裁判で35人の十元慰安婦について これは強制的に慰安婦にされたという事実認定されているわけです。うん この判決確定してるんですなんか漠然とした議論で言ってるんじゃないんです、きちんと日本の裁判所で強制的に連行された、強制的にや圧されたということがですね裁判所の判決で確定してるんですよ、それ否定するんです小池さん、違います、小池さん、違います、それはね、個別の兵士の強制の問題と、国家の強制の問題をごっちゃにしたら、浅井聞の今回の言い訳の記事と同じなんです士が全く自分の意思でやるんですかでまず聞きなさい。個別の兵士がね指揮命令 法令に基づかずにやったというのは、例えばイン,、えー、インドネシアの、ね、スマラン事件、オラ,オランダ人捕虜を、ね、あの強制的にレイプしました。